日曜日。もはや朝食なのか昼食なのかわからない飯を済ませ、ベッドの上に転がる。当然だが、やる気がない。まあ日曜だからな。世の人々は休んでるし、今日は休みということで。これってファイル2からの続きか？お金は不幸体質が溜まって元に戻った感じか。これ歴史の修正力だな。ゴロゴロとしていると事件は起きた。あ？後輩からだ。奈落ちゃんじゃない。はい。先輩、お元気でした？今からちょっと会えないですか？なんだよ、今忙しいんだけど。嘘である。まあそこをなんとか、おごりますから、ね。電話越しの後輩の声はやけに明るい。何かいいことでもあったのだろうか。実は最近、すごくいい体験をさせてもらってるんです。いい体験って、なんだ？それでこの後集まりがあって、先輩もぜひ一緒にどうかなって。え、これは壺かな？それとも浄水器かな？どっちを後輩は押し付けてくるんだろうね。きっといいお話が聞けますよ。いや、違うな。これは集会っつってるし、いや、まだでも同じようなもんか。ファイル3、全校で川ハムくん。思いのか変なタイトルだったぞ。着きましたよ、ここです。車で数十分、着いた場所は何の変哲もないビルだった。どんどん進んでいく後輩に案内され、中に入る。室内には白くて丸いハムスターのような不思議な生き物があちこちに置かれていた。ぬいぐるみ、絵本、T シャツ、バッグ。よく見るとあちこちに同じ白い生き物のグッズがある。なんかあれだね、多角的にこうグッズ展開をしていますね。これは、どういう存在なんだ。頭と前足の先がこう、色違うのはあれかな。そこだけ毛が薄いとかそういうタイプの生物なのかな。カッパ的な。老人、子供、大人。様々な年代の人たちが談笑している。こんにちは。こんにちは。新しい方ですか？何でも聞いてくださいね。はぁ。この白いやつって何なんですか？川ハムくんですよ。川ハムくん。全校で川ハムくん。どんな失敗も優しく受け止めてくれる私たちの神様です。神様。私たち川ハムくんのおかげでみんな幸せになったんです。これは何だろうね。ご神体みたいな。まあ、神様っつってるし。まあ、そういう信仰的な、あれよね。川浜くん最高。そう言いながら、屈託のない笑顔の男女は川浜くんのぬいぐるみを掲げる。はぁ。って、うわ。悪気に取られていると、手が滑って手渡されたお茶をこぼしてしまった。すみません。慌てて机を拭きながら顔を上げると、向けられた視線に気がつく。大丈夫ですよ。謝る必要なんて、どこにもありません。主は、すべてを許します。全肯定します。そして男性がにっこりと笑うと。生きてるだけですごーい。天才、最高。また、際どいのネタにしてきたなぁ。なんかこう、ね、まあ、サロン的なやつね。あんま私も、触れてはいけないんじゃないかな、ちょっと思ってるけれども。いや、まあ、その当然は否定はできない。私もね、悪いことでは決してないと思ってるんですよ。用法用量を守れば、なんかこうね、いろいろとこう傷ついてる方を救ったりもできるから。ただあくまで用法用量を守ればね。周りの人間たちが次々と微笑みながら拍手してくる。人々の瞳は一様にキラキラと輝いていた。底知れない目をしてるんだろうな。消え。どうですか？いいところでしょう。後輩もなんか嫌なことでもあったんかね。自己肯定感薄かったのか。同じようにニコニコと微笑んで、後輩は俺の方へとやってくる。川浜くんのことが大好きな人たちの集まりなんですよ。偶然ネットで知り合ったんですけど、みんないい人で。
ほら、あそこの人、川浜くんに励まされて、この間脱サラして、起業して。今じゃ月収300万なんですって。すごいっすよね。俺も見習いたいっす。これ幹部かな。紹介してあげますよ。丸池さん。なるほど。幹部の丸池さんですね。いや、いいよ。俺はそういうのは。ほら、川ハムくんのこととかよく知らないし。そうよね。まず川ハムくんのことを知ってもらわないと。いや、そうじゃなくて。人々はニコニコと笑いながら川ハムくんのぬいぐるみや本を差し出した。いや、やばい。このままここにいては。ああ、危なかった。お、よかった、逃げ切ったか、キクラゲ。もう少しで場の空気に飲み込まれるところだった。さっきまでいた異様な空間と後輩の姿を思い返す。どうしちまったんだ、あいつ。後でまた連絡するか。そう思っていると電話がかかってきた。やっぱ普段から嫌な目にあってね、全肯定してくれるあの環境はすごい心地よかったんだろうね。母親からだった。うわ、嫌な予感する。もしもし。あ、もしもし、あんた元気にしてる？仕事見つかった？ああ、うん、元気元気。それじゃあ。適当に切り上げようとすると、母親は続けて話す。実は最近、すごくいい体験をさせてもらってるの。え、これも結局主人公の書いたブログのせいかな。ん？なんだか聞いたことあるような。それがね、カワハ。ごめん、今、忙しいからまた。これめっちゃカワハギが釣れたよってやつかな。急いで電話を切る。なんてことだ。まさか母親にまで。あの白い生物の魔の手は、こんなところにまで広がっているというのか。スマホを握りしめる。その画面が、突然白く光った。ああ。そこに映っていたのは、会場で見た、白くて丸い。うわあ。出やがった。カバハムくん。こんにちは。オカルト占い師、インスタントナラクちゃんです。飲まれてるな、ナラクちゃんも。え？白い物体は、怪しい占い師の声で喋っている。まじまじと見ていると、その後ろからその姿ひょっこりと現れた。どうもどうも。なんだよ、紛らわしいな。またナラクちゃんからのビデオ通話が始まっている。寝室鬼没すぎる。可愛いじゃないですか。最近流行りの全肯定カワハムくん。可愛い？可愛くないよ。なんだよその落書きみたいな。このゆるさが受けてるんですよ。今インターネットで大人気。ちびっこから大人まで幅広い世代で人気で、コラボ企画も多数。これ主人公がネット社会に疎いだけか。何でも許してくれるという疲れた現代人の心をつかむキャラクター設定。そして少しずつ明かされていく謎多き世界観。それって心を掴んでんじゃなくて心の隙間に付け入ってんだけじゃねえかな。なんか黒そうな感じがするけれども。まあ、見た目は白いんだけど。怪しい集団、もとい。熱心なファンができちゃうくらい絶大な人気を獲得してるんですよ。ナラクちゃんは許容せず否定せずっていうスタンスな感じか？人気っていうか、なんかさ、果たしてそれで済ませていいことなのか？俺は混乱する。おかしいよ、やっぱり。後輩も変になっちゃったし、どうしよう、あいつ悪いやつじゃないんだよ。後輩思いっちゃ思いなのか。確かにちょっとばかしやばそうな気配はしますが、まあでも信仰は別に個人の自由だと思いますよ。まあ現状私はナラクちゃんと同じスタンスではあるんだが。今が幸せならいいんじゃないですかね。諦めてるとも取れるか。そうか、幸せなら。いや、良くないだろ。どうにかしないと。どう良くないのかは説明できないな。つうか、川ハムくんらがなんだか知らないけど、そんなに流行るもの？この間まで似たようなの流行ったじゃん。なんか、小動物系の、ペンギンとか、タヌキとか、立ち上がる。違う、あれはアライグマか。そういうものなんですよ。すぐに代わりになる何かが現れては消えていく。
ふと何か思いついたように、奈落ちゃんの動きが止まる。それもいいかもしれませんね。そして怪しげに微笑む。なんだ、何を思いついたんだ。悪い顔してんな。私たちで作るんです。新しい神様。社会現象を起こすとな。奈落ちゃんが考えた方法、それは、神を倒すには神を作るまで。新世界の神になるというのか、キクラゲ。そんなことできるのか。今までもそうしてきたでしょ。これも反証ですよ。めちゃくちゃな理論のような気もするけど。こうして神の創造が始まったのだ。まずはキャラクターデザインですね。キクラゲさんの素晴らしいセンスが必要です。どんな感じのキャラクターにしようか。お、これはまた選択肢か。可愛い動物のキャラクター。あー、まあ、ド定番といえばド定番かな。親しみやすさはある。一度見たら忘れられない奇抜なキャラクター。まあ、印象を与えるのは非常に重要だね。右、白くて丸いちょっと不思議なキャラクター。これ、カワハムくんと被ってないか。被ってないか。これ、パクリはダメだな。パクリっていうか、まあ、こんなものは世の中溢れてるかな。うん。可愛い動物のキャラクターもそういうんだったらカワハムくんと一緒か。じゃあ対抗するにはやはり真ん中の一度見たら忘れられない奇抜なキャラクターとかしかないか。え、触手が108本生えてるとかそんな感じか。じゃあ奇抜なので行きました。どんな世界や世界、設定や世界観にしようか。日常生活でかわいそうな目に遭う。あー、なるほどなるほど。まあまあ、まあ割とあるといえばあるか。私はね、これ結構好き。オリジナルと、なんてことない100日間を過ごす。おっと、おっと、これまた際どいところが来たな。いや、何のことかさっぱりわかんないけど、100日後に何が起きるんだろうね。時に厳しく叱ってくれる。あ、なるほど、なるほど、なるほど。親のようなね。そんな感じで厳しさを出してくれると。で、真ん中、いや、ここはオリジナルでやろう。正直一番地雷な気がする。でもなぁ、日常的にかわいそうな目に遭う、どっかではあるだろうなぁ。これ、オリジナルってどこまでオリジナルになるんだろう。叱ってくれる。いやね、100日間もね、ちょっと私の中ではね、まあ、うん、まあまあ、まあまあまあな感じだけど、やんないんだけど。オリジナルでいこうか。一度見たら忘れられない奇抜なキャラクターで、世界観は、人気のキャラクターを参考にしようと思ったが、やっぱり何か違う気がする。オリジナリティや新しさは大事だ。流行は作るものだからな。ああ、素人考え、じゃあ考えか。まあ、受けると唯一無二になれるから、それがいいのか。対抗するには、そこにかけるしかないのか。名前もつけてあげてください。どんな名前にしようか。あ、これまさか入力するタイプか。あ、これ、自分で決めんのか。悩ましいな。じゃあ今回はね、もやしーに頑張ってもらえますか。普段ね、私の動画だとタバッシーばっか目立ってるんですけどね。一応トリオで頑張ってるんで、タバッシーともやしーと鈴木でね。伊藤だったっけ。よし。もやしーですか。うん。まあ、いいんじゃないですか。なんだその半笑いは。いい名前だろ、もやしー。もやしーやしー？名前は決まったので、次は口癖でしょうか。印象に残るようなものがいいですね。これも自分で決めるのか、悩ましいな。悩ましいでいいか。いい感じだ。うん、悩ましいが口癖ですか。個性的ですね。ああ、個性的ザウルス。個性的だなもん。キャラクター設定は大体固まったな。アカウントもできました。つぶやいたで宣伝しましょう。面倒見がいいね、本当に。おお、これ人気空中バーなんでしょ？記念すべき初ツイートを打ち込み、投稿した。全然反応ないけど。最初はこんなもんです。ターゲットに合わせた更新のタイミングと頻度。時には時事ネタを盛り込んだイラスト。センシティブすぎるものは危険です。更新もあまり多すぎないように。フォロー外されるかもしれないので、あと、触手108本か、存在自体が割とセンシティブなんだが、気が遠くなってきた。なんかいろいろめんどくさいんだな。
地道な活動が必要なんですよ。千里の道も一歩からです。これ割と年単位かかるんじゃないか、この活動は。後輩たち大丈夫か？その間に川ハムくんのブームが去ってるのが早い先な気がするんだが。地道な制作と広報を続けていった。渾身の一作が伸びずにくじけそうになったり、はたまたどうでもいいつぶやきが伸びたり、悪戦苦闘しながらも、じわじわとフォロワーやインプレッションを伸ばし、やがて、フォロワー44万人。キクラゲさんやっぱなんかセンスがおかしいなところに特化してるよな。いやまあ後ろにすごいアドバイザーがいるのも重要だと思うんだが。やった、川ハムくんのフォロワー数超えたぞ。はい、お問い合わせありがとうございます。え、グッズ化ですか？これいつ夢から覚める？もやしーは俺たちの想像を超えた人気を獲得していた。問い合わせの連絡がひっきりなしに届いている。この間ネットで話題になってから一気に伸びましたね。いわゆるバズるってやつか。バズるな。私もよくわかってないんだよな、バズるの。あれが。語源もわかんないし、なんだろうね。あれがやっぱ難しいね。若者の言葉は。お、後輩から連絡。もやっしーのスタンプ。もやっしー、かわいいっすよね。お、後輩が帰ってきた。最近もやっしーにハマっているというメッセージが来ていた。母親からも同じように連絡が来る。これでもう大丈夫なんじゃないですか？いや、これ、もやっしーが一人歩きして、また別の団体が、なんだ、ご神体に据えるだけのような。よかった、よかった。川ハムくん信者の変な団体は消えたわけではないだろうが、当初の目的は果たせたようだ。胸を撫で下ろす。俺たちのもやっしーは無害だからな。どれだけハマっても全く問題ない。え、触手八本あって口癖が悩ましいのやつが無害だとでも大思いで。これまで苦労して更新してきたアカウントを眺める。この間もあんなラフ書いてきて、成長しましたね、キクラゲさん。奈落ちゃんはもやっしーのぬいぐるみを抱きしめながら、しみじみとつぶやいている。ちょっと気分が乗っただけだから、おー恥ずかしがってんね。まだまだ、なんやかんや愛着湧いてるんじゃないです？そりゃ、これだけ書いてきたんだし、たくさんファンだって言うし。キクラゲさんの下手馬な絵のおかげですね。下手は余計だろ。とにかく、これからももやしによる安心安全クリーンな世界を提供するぞ。おお。さてブームは何ヶ月もつか。あ？いつものように更新しようとしたとき、タイムラインに何かが流れてきた。すっかり見慣れたキャラクターのイラスト、もやしだ。無断転載か？アカウントに見覚えはなかった。え、あれ、ちょ待てよ。眺めていると他にももやっしーのアイコンやイラストが次々と流れている。ここにも、こっちにも。どれだけスクロールしても、つぶやいただけではない。あらゆる SNS、そしてインターネットのどのページにも、もやっしーの姿があった。俺は外へ飛び出した。ねえ、これめっちゃ可愛くない？川ハムくんもいいけどさ、やっぱもやしいだよね。それ、悩ましい。なんだ？そこには、おびただしい数のもやしいが並んでいた。バルーンにもなってるね。近所の家、コンビニ、スーパー、ビル、ショッピングモール。あらゆるものの中にもやしいが紛れ込む。にっこりと微笑んでいる。108本の触手を携えながら。あれ、バルーンじゃないか。108本のうちの1本が、あれか、お尻から伸びてるやつなのか。すごーい。どころじゃない。一体何が起きているんだ？まさか、ここまでになるなんて予想外でした。信じられないくらい広がっています。この国だけじゃない。海の向こう。宇宙にまで。なんだって。やはりインターネット、と言うべきか。ああ、これだから。
モヤッシーは増殖し続けているというのか、モヤッシークリッカーだな。グランマ恐るべし。それは恐ろしいスピードだ。悩ましい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 。白い塊は次々に叫びながら、あっという間に俺たちの手など届かない遥か遠くへと、大きなうねりとなって、いや光となって、広大な銀河の中で広がってゆく。悩ましい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 。なあ、これからどうなるんだ。わかりません。神を想像し、自分たちでどうにかしようなんて、おごった考えだったのか。もう私たちには、どうしようもできないことです。もはや、止める術はなかった。そんな。その時、光の氾濫が起きた。もやし。モヤッシーは増殖を繰り返し、やがて一つになり、また広がり。モヤッシーだった者たちは、光の粒となって、一つ、また一つと旅立っていく。ああ、お別れの時だ。下手なりに頑張って書いた最初のツイート。初めてのフォロワー。何度も何度も繰り返し書き直した、たった1ページの漫画。心ない引用コメント。生まれて初めての優しいリプライ。走馬灯のようにもやしーとの思い出が駆け巡ってゆく。俺は、俺だけは、もやしーを忘れないからな。さよなら。俺の産んだ、可愛い我が子。もうすっかりもやしーも見なくなっちゃいましたね。これブームが去ってっただけか。まったくみんな飽きっぽいんだから。奈落ちゃんは拗ねたように口を尖らせている。そんなもんなんじゃない？必死に作って、頑張って更新して。かつて信じられないほどに爆発的に広がっていたその姿。あと川浜くんも、もやしー。あんなに世間を騒がせたことが嘘だったかのように、今ではひっそりと静かになっていた。すぐに代わりになる何かが現れては消えてゆく、って言ってたじゃん。不思議と心は穏やかだった。あれ？そんな俺の様子が意外だったらしい。普通ですね。もっとこう、残念がってるかと思ったのに。いや、それ残念だけどさ。なんだろう、わかんないけど。まあ、いいかなって。ああ、俺だけはお前を覚えてるっていう、なんだ、その不正というか、なんだ、親目線的なもんなのか、それとも後方腕組み的なあれなのか。だって消えたわけじゃないから。アイデアラフを山ほど書き連ねたボロボロのノートを懐かしくなる。部屋には一つだけ、もやしーのぬいぐるみが、ポツンと佇んでいる。キャラクターを被らせて、真っ向からぶち当たっていこうか。まず可愛い動物のキャラクターだよね。いや、白くて丸いちょっと不思議なキャラクターの方が、キャラとしては合っているか。でもまあ白くて丸い方でいこうか。どんな設定や世界観にしようか。日常で可哀想な目に遭うはちょっと違うかな。なんてことない100日間を過ごすっていうのもちょっと違うかな。ここだけちょっと違う要素いっか。時に厳しく叱ってくれる全皇帝ではないんだよ。それがいいのかもしれんね。可愛いキャラクターがまるで親のようにね、こっちを思って叱ってくれる。そこになんかこう、キュンとくるものがあるかもしれない。白くて丸いちょっと不思議なキャラクターが時に厳しく叱ってくれる。癒されそうな感じでいいな。癒されるかどうかは分かりかねるが。
何か変わるかな。だが地道な活動も虚しく、大して話題になることもなく、作ったキャラクターは、ネットの海にひっそりと消えていった。まあ、あるべき姿っちゃあるべき姿かな。落ち込まないでください。そんなこともありますよ。あんなに頑張ったのに。まあ、これで、あの未来にたどり着くんだったら世の中の人苦労はしないわな。後から出てきたしょうもないキャラばっかり話題になって。なんだよ、俺たちの方がいろいろ頑張ってたのに。キクラゲさん。喋る気力もなく通話を切る。奈落ちゃんが気遣ってるぞ。奈落ちゃんが何か言っていた気がするけど、どうでもいい。イラストにつくのは、のパクリじゃねえ、というリプライだけ。インターネットなんて、見る目のない人間ばっかりだ。クソ。ベッドに転がる。自分のキャラクターへの否定、作品への否定。それは、自分自身が否定されているより、うお、この流れはまさか、すがるのか、奴に。魂を売るのか。みんなして俺をバカにするのか。その時、タイムラインに白いキャラクターの画像が流れてきた。そうだ。あそこならきっと。こんにちは。新しい方ですか？何でも聞いてくださいね。俺は集まっていた人たちに全てを話した。認められなくて辛いこと。努力が無駄になったこと。なるほど、それは辛かったですね。辛かったかもしれん。大丈夫です。川ハム君は全てを許してくれます。え？生きてるだけですごい。天才、最高。人々は微笑みながら拍手してくる。なんだ。生きてるだけですごい。そうだったんだ。微笑む川ハム君に囲まれながら、俺は悟った。川ハム君は全てを肯定してくれる。俺は川ハム君と一緒に生きていくんだ。人の心に潜む闇、それにつけ入るなんて、なんて卑しいハムスターなのだ。ハムスターの風上にも置けないのだ。